オメガをやりたいんですけれども、まず、オメガ、古い順に大体やってきてるんですけれども、コンステレーション、シーマスター、スピードマスター、この辺がオメガの代表モデルですよね。で、他にもデビルとかいろいろあるんですけど、とりあえず、シーマスターの元祖的な、モデルで、このマリーンっていうのがまずあるんですけども、1936年で、この、オメガマニアのオークションカタログだと出てるんですけど、それはちょっと持ってないんで、この次に出たマリンスタンダードですね。このモデルをちょっとやってみたいと思いますね。マリンスタンダード。これですね。で、このカタログでいくと、こう1941年のモデルだそうです。ここにあるのがね。僕のはちょっと何年か分かりませんけど、似たり寄ったりでしょう。リファレンスでいくと CK3635 にこれが、なるんですけど、これどこが、C マスターの元祖的なかっていうと、このケースですね。一応ですね、角型で簡易防水になってます。で、裏のところに爪があって、ちょっとここのカタログにも出てるんですけど、この爪のところですね、開いて角型なのに、ある程度防水機能が、当時あったんでしょうね。そういう、ロレックスで言うとバブルバック的な、ものをオメガで作ったわけですね。オメガはやっぱりこう防水機能、結構ある ケースを作っているので、どこまであるかっていうのは、いろいろ問題もあるんですけど、こういう、やはりこう防水防塵に強い、時計を作ってたんですね。これちょっと機械開けてみます。なんか17石かな、15石のなんか入ってるそうです。キャリバー、角型のキャリバーで、これ何なんだろうな。ちょっと開けてみますね。